佐く首きり問答あらうちの決心この事件に関する野口君と僕の交渉は僕が九州で某県庁の続官を務めていた頃から始まる野口君は裏日本の某中学校教諭を拝命して3年ばかり経っていた 2人は高等学校時代からの同窓でごく親しかったそれだから野口君が九州まで訪ねてきてもそう驚くはずはないのだが出し抜けだったし教員の自由の利く休暇季節でなかったから僕は野口君の顔を見た時悪い予感に襲われたどうしたんだい今頃東京へ帰る途中だ。 方角が違うじゃないか途中で思いついてやってきたんだ今頃休暇でもないのにどうしたんだい一体君実はこれだ突然野口君は首を叩いてみせて悔しくて仕方がない驚いたねこれは君に相談に来たんだ僕の力でできることなら何でもする 幸い、県庁のお役人だ。この喧嘩でよければ心がけておく。いや、僕はもう教育界は見限った。一体、どうしてクビになったんだい自分でも訳がわからない。僕を採用した校長が転任して、教頭の野郎が昇格したんだ。すると、単に学校の都合だからよそへ行ってくれという相談さ。君のことだから、 普段教頭を教頭と思っていなかったんだろう僕は野口君の性格をよく知っている純情な男だけれどむやみに肌っ張りが強い誰とでも議論をすることに目上の者に突っかかっていくのが得意だ就職して3年なら同僚と言っても実際は大抵先輩だからおそらく議論相手が豊富すぎたのだろう 君のことだからとはんだい君は、六六いきさつも聞かないで僕を悪いものと決めてかかるのかそういう意味じゃないけれど、君は、やっぱり官僚だ。早速始まったな。しかし、君だって元来穏やかな方じゃあるまい。僕をライトサイドと認めないならもういい。君を見損なって九州組んだりまで来たんだから。無論、正義は君の側にあるだろう。 誤解されたんだ君は穏やかではないけれど少なくとも道に外れたことをする人間じゃない初めから気に食わない野郎だと思っていたがそれが通じたんだろうもし僕が悪いとすればご機嫌を取らなかったのが悪かったんだもう完全にやめてきたのかいうん辞表を叩きつけて追っ走ってきた追い出す料見のところに一日だっていられるものじゃない。 少し乱暴だな。やり口がひどいからね。誰だって尺に触る。いや、君の方だよ。今すぐやめろと言うんじゃないんだろう新学年までに転任してくれと言うんだ。学校の方でも然るべく心がけて口を探してやるから、自分でも先輩に相談してみろと言うんだ。それなら待っていればいいじゃないか。なんだ君も教頭組か 野口くんは興奮していた。ややもすると突っかかってくるこういう調子だから手よく見限られたのだろうと思ったけれどそれを言えば怒るばかりだから僕はなだめすかして一部一重を聞き取った要するに野口くんは議論に勝って喧嘩に負けたのらしい教育界はどこもこんな風と断定して方向転換の相談に来たのだった 伊豆方も独身で、万事これからだ。僕は野口君に23日泊まってもらうことにしたまず気分を落ち着かせる必要があったちょうど日曜で芝居へ行く予定になっていたからいい幸いに案内した東京の役者が来て忠臣蔵をやっていた君教頭の野郎はまさにキラのようなやつだよ。 君、教頭の野郎はまさにキラのようなやつだよ。うーん。オベッカーを使う人間を大事にして、連直の死を好まない。うーん。僕は反抗心が強いから、そういう奴のところへわざと行かない。しかし、同僚はしきりに出入りしていた。うーん。朝、教員室で顔を合わせると、 昨晩は失礼いたしましたと言って頭を下げるやつがあるからすぐわかる。君、他の人が迷惑する。話は家へ帰ったからしよう。それじゃもう帰ろう。面白くないのかい一体君は自己本位だ。人間が官僚化している。なぜ千里を投資とせず相談に来た親友を自分の予定だからって芝居へ連れ込む方があるか芸術は 人間の心を和らげる、刺激するばかりだしかし僕は頑張って最後まで見物した野口君も元来芝居は嫌いの方でないそのうちにつり込まれて神妙になった下宿に帰るとすぐに教頭の野郎をキラの野郎と解消して相談を始めた僕はどうしてもキラの子宮を上げる 仇を打ってやるバカなことを言うものじゃないいや必ず切ってみせる昔の武士道はとにかく文明の今日では恨みがあるからって直接行動をとるのは新指導じゃない腕力でやるんじゃない僕をクビにしやがったから僕の方でもクビにしてやるどうしてクビにする中学校長のクビは知事でなければ切れないよ学務部長でも切れるはずだ うん。僕はほぼ方針を決めて君のところへ相談に来たんだ。檻から忠臣蔵を見せてもらったのは幸先がいい。もう決心の保存を固めたよ。どうするんだいこれから文官試験を受けて君の後を追う。将来学務部長になって、キラの野郎をクビにする。動機は感心しないが、役人になるのは賛成だ。一体、 中学校へ英語なんか教えに行ったのが物好きだと僕は思ってる。惜しいよ。成績でも悪いのならとにかく。それが官僚だと言うんだ貴様は。また怒る。しかし、俺も官僚になる。悔しいけれど仕方がない。官僚の軍門に下れ。よろしく頼む。君そのものは何とも思っていないが、君はいい親分を持っているから。 ひどいことを言いやがる学務部長になるには何年かかるだろうさあ腕次第さ腕に親分の意向とこれからもらう細君の刑罰を加えて君なら何年かかる嫌なことばかり言うなよ。ははっ僕はこれから10年だろう。するとこっちは3年。 いや、これから試験を受けるんだから、4、5年スタートが遅れている。14、5年かかるんだな。仇が打てるまでに。そのあたりだろう。前途良縁だな。それまでに、向こうは休職になってしまうかもしれないよ。待ってくれたまえ。あいつは38か9だ。53か死になるんだから、まだ大丈夫だろう。学務部長になっても、 同じ剣で顔を合わせるかどうかは分かる前やつのいる剣へ運動する僕は決心がついた試験を受けて役人になる成田前僕が引っ張ってやる君の親分の子分になる試験が通ったらよろしく推薦してくれたまえ。僕は同期生でも寛解には3年の長がある今までのところはごく有効に泳いできたつもりだったから 試験や就職について心得を話してやった文試験はなかなかかの難関だしかも通過したからといってすぐに職にありつけるのではないそれから先は人格だ人格のいいのが採用される人格を分析すると手鶴も少し入っているけれど要するに行政官は帝大放課出身者のうち最も優秀にして最も人格の高いものがなる。 この故に行政官は地の塩である世の光である生意気を言うなよ話だよ今日一粒襟の階級を上げるとすれば指をまず行政官に屈しなければなるまいそういう了見が官僚だと言うんだ民間にだって頭のいい人間はいくらもあるしかし君は官僚の軍門に下ったんだろう。便宜上仕方がない 会社へ入ってもいいんだけれど仇討ちの都合で官僚を利用するんだ野口くんは翌年文官試験に通過してまもなく東北のある県に続官として就任した僕はそのころ本省へ転じていたから 何かにつけて修繕することができた僕の親分というのは官僚の親玉だこれにも紹介してやった野口くんはその後状況ごとに僕の家を宿にした僕はもう世帯を持っていたしかし野口くんが封したように刑罰ってほどのこともない前任地の知事の娘をもらったのである 野口君こそ刑罰だった。同じことなら背景のいいのと思って念を入れたのか僕よりずっと遅れて結婚した教頭の先輩で財界の有力者に見込まれてその令状を頂戴したのである「有力者と縁を組むから出世が早い」と一口に言うけれど単に鶴にばかり寄るものではない。 こちらが有力な秀才なればこそ有力者が相手にしてくれる有力者から嫁をもらうことは元来の有力を証明している野口くんの場合はまさにそれだった式を東京で挙げたけれど僕はあいにくチブスにかかって入院していたしかしもう日立ちになっていたから野口くんはお礼参りのついでに見舞ってくれた 命拾いをしたね。おかげで。ところでおめでとう。こんなわけですっかり失敬してしまった。お祝いをありがとう。サイも門まで来ている。お目にかかりたいな。よせよ。そんな地獄から火を取りに来たような顔をして。相変わらず厳しいね。家へ寄って奥さんに引き合わせてきた。ありがとう。 僕は明日すぐ帰る。そのうちまた出てくる。それまでに僕も丈夫になっているだろう。そうそう。君はずっと入院していて知るまいが、野郎、転任したぜ。誰だい大友さん。うーん。どこへ〇〇だ。臨検へ来やがった。それじゃあ顔が合うかもしれないね。 あったところで続刊じゃ仕方がない。早く出世をしたいよ。まだ諦めてないのかい。これを諦めたら人生の目的がなくなってしまう。昨夜、家賢として妻に話しておいた。僕は事務官として地方回りを始めた。野口くんも方を歩いた。九州以来、十年間が夢のように過ぎ去った。しかし、 物事は予定通りに運ばない僕は依然として課長ばかり勤めていた4年スタートの遅い野口くんがそろそろ肉薄してきた同じ県で鉢合わせをすることはなかったが僕はいつも野口くんの認知と東京の間に介在していたから野口くんは状況の帰りに必ず寄ってくれたその折の話題は 決まりきって部長への憧れだった地方官は部長にならなければものの数に入らない僕は警察部長を心がけていた学務部長でもよいどちらかに早くありつかないと内務部長の椅子が回ってこない内務部長から知事それから先は手腕と人格次第で局長次官 大臣の可能性があるしかし野口くんは学務部長一点張りだったどうだ A 形成は当分見込みがないこの間上がったばかりだ追いついたねとうとう傍級だけだよ関東までやられてたまるものか僕の方が先輩で指導してやったんだから君を追い抜く了見もないけれど 僕は君も知っている通りの事情だから特別に出世を急ぐ失敬していっちゃ困るぜとてもとても追いついた頃には君の上がる番が来ている君こそもうそろそろ目を拭くんだろう実はこの間の移動でどうかなるのかと思っていたら当てが外れた君は今度丸々学務部長になったクルスって人を知ってるかい知っている 福岡で一緒だったあの人が今頃ようやく学務部長だと思うとこっちはまだまだ前途良縁だよ福岡で本館だったのかいうん僕はあの人のもとで働いていたんだそれじゃあ今夜だね一つ手紙をやって大友のことを頼んでくれないかなるほど大友氏の件だったね相変わらず真剣になって心がけているんだな 野郎は定大ででいながら定大での僕を切ったんだから死死心中の虫だ。定大で固めようという僕の教育政策から見ても生かしておけない。君は僕を攻撃していたけれど、この頃はすっかり官僚になってしまったね。政府の金で教育したものを政府が重要するのは当たり前さ。陸海軍だって同じことだろう。元より異論はないんだ。 君の思想の進歩だと思って感心しているのさ。手紙をやってくれ。それはいけない。君は自力でやらないで、他力で切ってもらうのかいや、保護を頼むんだ。ほう。大友はあれきり動かない。もう50を越している。僕が切らないうちに給食にでもなると困る。それじゃあ、大事にしてくれと頼むのかいうん。 君の新任地の大友氏は名校長だから特別に敬意を表してやってくれと言うんだしかし名校長にも何も僕は大友氏をちっとも知っていないんだから名校長だよ確かに僕は終始調査しているけれど実に評判がいいんだそれなら大丈夫だろう60ぐらいまで寿命が続く念のためだ僕は学務部長が変わるたびに 誰か知ったをを通ししてて大友を推薦している他の者に切られちゃたまらないからね。しかし、本当にそんな名校長かい人格者だ。十年も動かない校長はめったにない。よく収まっているんだ。そんなはずじゃないんだが。奴、その後、収容したのかもしれない。よし、手紙を出しておこう。頼む。名校長という評判を聞いたら、 君は諦めるのが本当じゃあるまいか名校長がむやみに首を切るはずはない。すると、僕が切られたのは当然だというのかい。まずそのあたりだろう。文句はあるけれど、喧嘩はしない。手紙を書いてもらうんだから。どうも君は合点のいかない人間だ。他のことは公正命題の判断を誤らないけれど、この問題になると理性を失う。 君は大友氏によりて発奮して今日あると思わないか思わないよ今日とは何だ貴様は地方事務官が中学校の教諭よりも偉いと思っているのかその通りだすぐに理性を失って貴様呼ばわりをする。大友があんな処置を取らなければ僕は教育者としてもっといい仕事をしているんだいい仕事の尊いことが分かってるなら大友氏を尊べ いまいましい野郎だどうかしているよ君は画量が乏しいんだね貴様は画量があるいまいましい野郎だと言われて人のことだと思っているんだからそれじゃもう手紙を書かない頼む俺が悪かった張り合いいのない本会その頃、僕は中国 野口君は宮崎伊豆方も地方課長までこぎつけていたからもう一息のところだった1年たって政変のため上の方の首がすげかえになったどさくさまぎれに僕は警察部長に抜擢された同時に野口君もしびれを切らして待っていた学務部長にえ進した互いにめでたし刀を研ぎ始める という電報が来た。どうしても忘れない男だ間もなく僕の県の第二中学校に騒動が起こって校長が辞表を出した職員官に圧力があって他に犠牲者が寮3名生じた新聞は教頭を公認校長に任命したけれど学務部長はついでに教頭も切って 荒領事をすると言っていたしかしそれでは生徒側が収まりかねる形勢だったまた一騒動を持ち上がっては困るから教頭はそのままにして上にこれを抑えるくらい有力な校長を据える方針に決まった全国の中学校長の間を物色していた学務部長は「澤田君。 君の今までの認知に誰か名校長はなかったかねと僕に相談をかけたさあ候補者は23人あるけれどもし思い当たりがあるなら僕を助けるつもりで推薦してくれたまえ大友ってのがあるまるの校長会そうだよ僕は評判だけ聞いているんだけれど その大友が第一候補者になっている妙なきっかけだった僕は野口くんの方の関係を考えて会ったことはないと今さら弁解のように言ったが音に聞こえているくらいならなおさらだとあって学務部長は大友氏に定めてしまった僕は発表前に野口くんに報告した野口くんはカンカンに怒って 激烈な手紙をよこした元来貴様の態度が怪しいと思っていた道徳かぶって仇討ちの妨害をするために大友を漢家へ呼んだのだろう友達がえのないやつだというのだった誤解のないように説明してやったら今度は頼んできた「それじゃあ仕方がないから大事に保護しておいてくれ」 討ちは曽我の場合は18年かかっている18年の雨す風今に知事になって切ってあるというのだった僕は職務上大友氏と一切交渉がないしかし学士会の会合でたびたび顔を合わせたそれから長男が入学したから府警という関係ができたやはり名校長だった 第二中学校はもう小鳥とも言わなかったそのまま三年過ぎた野口くんは東京からの帰りを二度寄った二度目の時だったどうだい大友はよくやっている名校長の誉れが高い君は知事になってきてもとても切れないよ僕は理屈で切るんじゃない職務で切るんだ 要するに、切りさえすればいいんだ。そんな無茶な話があるか。きっと切ってみせる。大友氏はもうここを動くようなことはないよ。それだから、ここで切るんだ。君が知事になってくる頃には、大友氏はもううに引いているだろう。まあまあ、見ていたまえ。当てがあるのかい出張のついでに運動をしてきた。今度、政変があれば、 亀山氏が復活する復活すれば格式から考えてまずこの辺りだろう他に荷寄りのところが34箇所あるけれどなるほど研究したね5分の1のチャンスを楽しみにしている君は亀山氏に2軒で仕えているんだから復活さえすればどうにかしてもらえるそれはいいところへ気がついたこれが成功しないとまた34年遅れる 向こうの寿命さえ続けば早晩目的は果たせる感情だ内務部長の資格のある者が学務部長を志望するんだからね政変は1年遅れたけれど野口君の注文通り亀山氏が復活して中国の県の知事に収まった野口君はその下に学務部長として乗り込んできた 僕は格式の下の県へ内務部長として栄転した中国で野口君とちょっと顔を合わせてすぐに別れたその折早速やると言っていた果たせるかなひと月ばかり経つと大友氏の退職の事例が官報に出た僕は褒めたようなけなしたような祝うような悲しむような手紙を 野口くんに宛てた書きにくくて一晩かかったように覚えている「猛禽の付母うどんげの花おかげで目的を果たした」という定重なお礼状が来たしかしそれからひとつきばかりして僕はある朝役所で漢方を開くと同時にびっくりした野口くんの給食事例が出ていたのである 見ろと僕はつぶやいた電報を打ったら帰京の途中家族を連れて立ち寄るという返事だったそれから数日後野口君は奥さんと子供3人と女中を連れて僕の新任地の感謝に現れたとうとうやったよしかし両成敗じゃないかいや 僕は仇さえ打たれば寛解に用はないんだから、大友の事例が出るとすぐに辞表を出したんだ。どうするんだいこれから。実業界へ転校する。惜しいなあせっかくこれまでやって。何の惜しいことがあるものか。とにかく目的を達したんだもの。大友氏は何とか苦情を言わなかったかいさすがに名校長だと思ったが、 あの男は単に世当たりが上手なんだ。向こうから先に言い出して、僕を面食らわせた。ほう。僕が仇討ちのために流浪していることを知っていたんだ。野口君、君の事例を見た日から僕はシャボンで首を洗って待っていた。と、昔と同じつもりで冗談を言うんだ。君の方で呼びつけたのかうん。 僕も昔に戻って16年間の苦心を話して聞かせた後君は単に学校の都合という名目で僕を切ったから僕も単に艦長の都合という名目で君を切るんだと言ってやった乱暴な学務部長があったものだ留任運動が起こると面倒だから絶対秘密にやってくれと先方から頼むんだ僕は往生際のいいのに感心して いささかもののあわれを催ようしたがやっぱりこちらは若いってことが後からわかった君大友は事例が出るとすぐにまる中学校の校長になったんだよふ、うん、あの私立のうんあれは昔あそこの藩の学校だったってねそうかいいところがあったな君も寝覚めがいいというものだ 以前から相談を受けていたらしい考えてみると僕は仇の都合を図ったようなことになる大友は子供が3人も大学や高等学校へ行っていて生活が苦しいんだ私立へ移れば恩給だけ浮く感情だから職種が動いていたんだけれど前の学務部長がガンとして承知しなかったんだなるほど西尾君は自分が採用したんだから容易に承知しまい そこへ、僕がわざわざ首を切りに乗り込んだ。やっこさん驚かないはずさ。自殺の決心をした者を殺しに行った形になる。あまり有効な仇討ちでもなかったけれど、相手を困らせるのが目的じゃない。切った人間を切り返せばいいんだから。だいたいこんなところで堪能するほか仕方あるまい。少しは都合を図ってやってもよかろう。君の今日あるわ。 大友氏の処置に発奮したおかかげだから。今日なんかないよもう給食だいや教員になっていたら今の奥さんをもらえたろうかそう思えばそうだけれど仇討ちなんてあまり面白いものじゃあるまいうんどうせ意地づくだから引き合わない僕は4人の学部部長に大友を名校長として推薦したあげく 幻暴に恩給をつけて生活難を救ってやったことになるご苦労千番だったねしかし蘇我だって一人うつに二人死んでいる忠臣蔵に至っては一人のために四十七人犠牲になっているこういうことは武士道だから元来そろばん玉に乗らないんだ